それは確証バイアスと言います皆さんこんにちは企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタントアタックセールスアソシエイツの横山です与財管理大学へようこそ本日のテーマは現状維持バイアスより良くないバイアスとはです冒頭お話しした通り確証バイアスというものなんですね 確証バイアスとはどういうものなのかちょっと読み上げてみましょう。自分の先入観とか仮説を肯定するため、都合のいい情報ばかりを無意識のうちに集める、そういった認知バイアスのことを確証バイアスと言います。現状維持バイアスと同じようなものなのかもしれないんですけどね。例えばですね、脱炭素。 っていうこういったキーワード、もう効かない日がなくなってきましたよね。カーボンニュートラルとかいろんな表現が出てきました。これによってまず間違いなく、産業構造は転換していくと思います。これはもう世界中そうです。 特に言われているのは自動車産業ですよね皆さんの会社、まあ、自動車産業とはそんなに、ね、縁がないかもしれないけれども自動車産業に縁の深い会社と取引結構してますっていうだけで影響大きいですよ日本経済なんて自動車産業でも儲かってるとまでは言わないですけどそれぐらい大きなことですからですのでこの脱炭素というキーワードを聞いて皆さんどう思うか危機感を募らせるのかそれともいや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  脱炭素って言ってもあれでしょいやなんだかんだ言ってね。 日本の自動車メーカーを甘く見ちゃ困るよ。天下のトヨタ自動車さんですよ。もうホンダさんも日産さんも世界を代表する企業なんで、その他のね、日本の自動車メーカーなんてすごいんだから、何が電気自動車で何が EV だと、やっぱりガソリン車、内燃エンジンってね、大事なんだから、結局はなんだかんだ言ってね、ガソリンがなくたって水素あるし、大丈夫大丈夫、今だってね、トヨタめっちゃくちゃ儲かってるし、日本の自動車メーカーのね、ポジションがそう簡単に崩れることなんてないよなんて言う人。 うんそれは確証バイアスではないんでしょうか自分の都合のいい情報だけ集めてませんかいやいや横山さんそうじゃないんだよ自分の知り合いのね社長もこう言ってたしあの人も言ってたし確かねニュースでコメンテーターもこんなこと言ってたんじゃないかないやいやその他の情報全然聞いてないんじゃないですかとその他の情報の中データとかって全然取り入れてないんじゃないですかって言いたくなりますよねこれって DX デジタルトランスフォーメーションでもそうだしコロナのことについてもそうですよね 例えば最近私が注目しているのは大きく分けると2つ NFT とメタバース、まあ、この機関技術っていうのはブロックチェーンです最近はね、まあ、ビットコインもそうですけどもスマートコントラクトの機能がついているイーサリアムのステータスがめちゃめちゃ上がってきましたブロックチェーンによって例えば当社なんて税理士法人を母体とした経営コンサルティングファームですのでうん税理士とかね公認会計士とか社労士もこの後どうなっていくのかなっていうふうに思いますよねでその の話を聞いても税理士とか会計士の人はいやいやいやなんだかんだ言って税理士業務って重要なんだよねとか人間が介在しないとうまくいかないんだよねって言ってる人大丈夫って言いたくなるんですよ。ブロックチェーンってまず間違いなく普及すると思うし日本がめっちゃ めちゃくちちゃゃ遅れてるんですよ例えば2021年の流行語大賞の一つとして NFT はノミネートされてるんですけどでも日本人において NFT の,の理解度 っ確かね何パーセント5パーセントぐらいしかないんじゃないか。これって先進国どころか世界中の中でもほぼ最下位ぐらいつまりほとんど理解されていないのが日本であって世界中ではえっと NFT のその取扱いが普及している国っていっぱいあるんですよ。さっき言った例えばその暗号資産 まあ、いわゆる仮想通貨私はあの青年海外協力隊でグアテマラという国にいたんですけどもその隣のエルサルバドルってもうすでにビットコインが通貨になってるんですよえーって皆さん思うかもしれないんですけどいや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 もうこれがね広まっていくかどうかは別にして今は多様化の時代なのでドル一強とかそういう時代じゃないんですよ いろんんななものが出ててくるっていうことなんですねですから昔だったらテレビに出るかどうかっていう話になってきて例えばそ YouTube がテレビと置き換わるかっていうとそういう話じゃないんですよ多様化の時代なんです何が今一番いけてるかとかじゃなくていろんなものが共存していくっていう時代なのでですから企業間の取引っていうものもいろんなパターンが出てくるよっていうことなんですねですからいろんなパターンに 合わせてていいけるかっていうことなんですですからねこれって非常に重要で営業活動でいうと町の営業をしている人引き合い対応ばっかりやっている人あとは同じような価値観の人とばかり付き合っている人っていうのは間違いなく拡張バイアスにかかりやすすいんです変化っていうものに対して抵抗したくなる変化体制が低くなっていくっていうことになるわけですね。ひいてはスストレス耐性も 落ちていきますので変化に対応できていかないっていうことになるわけです。これね非常に危険なことなんですね。ぜひ皆さん。 確証バイアスっていう言葉は必ず覚えておいてください。自分自身が都合のいい情報ばかり集めていないか、もしくは皆さんが所属している会社の社長さんが新しいトレンドだとかそういったものに対して正しく捉えようとしているのか、今このね時代で DX とか脱炭素とか気候変動の問題とかいろいろあるんだけど、まあ我が社は大丈夫だとか、ね、言ってないかっていうことです。まあね、かあの暗号資産ととかか仮想通貨とかビットコインとか イーサリアムとか NFT とかメタバースとかねいろんなこと言ってるけど何がメタバースだ何が Facebook がメタ社に変わっただもう Facebook も終わりだねみたいなことを言ってる人っていうのはいやそれは本当にそうなんでしょうか正しいか正しくないかではなくって新しいものが出てきた時に拒絶反応を起こしてしまうっていう人はうんちょっとね自分自身のことを振り返ってみた方がいいんじゃないかっていうことです。 常に新しいことに対してアンテナを張っておく、まあ、それぐらいはやっても絶対損はないですので、新しいことを常にキャッチアップしている人とコミュニケーションを取っていくということは重要ですので、皆さんの周りにそういう人がいないんであれば、この余罪管理大学もそうですし、私自身のメルマガでもそうです、そういった情報をぜひしっかり見ていただいて、あ最近はこういう潮流になってきたんだ、新しい考え方って出てきたんだな、みたいなことはね、取り入れていただきたいなというふうに思います。そうでないと、まあ、この YouTube チャンネルは予管理大学ですね新しい余罪をどん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 増やしていかないと目標の2倍の余罪を押し込んで目標を絶対達成させる目標未達成リスクを回避するっていうような営業マネジメントはできていかないと思います。 今回の動画はいかがだったでしょうかぜひ皆さんには、溶材管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画、参考になった、気に入ったという方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして、先ほどもお伝えした、私のメルマガ、ぜひ登録してください。概要欄で紹介しています。それでは皆さん、またお会いしましょう。本日はありがとうございました。